そして今夜はですね、なんとスペシャルな放送になってます。知らんかった。そうなんだよ、そういう週なんだよ。あれ、なんでえっちゃんだけは知っとんだろうか。教えてもらった。今日はなんとゲストがいるって。そうなのよ。それは誰かと言いますと、はい、チャットモンチーファンには伝説となっている謎のアーティスト、アザヒルバンさんがやってきます。ねえ、すごい。あのアザヒルバンさんですか。しかもね、アザヒルバンってお友達がいるんだってよ。そうでね、そのお友達のね、名前がね、昼夜逆転って言うんだって。すごくない？やばそう。この二人やばいと思いますよ。なんかすごいね、なんか白と黒って感じがする。そうだね、本当だね。この二人がね、来るみたいです。しかもライブ、スタジオライブやるってよ。やばそう。怖いよ。怖いね。やばそうだね。はい、はい、しかも二人きりがいいらしいですよ、二人は。そうなの。二人きりがいいというので、私たちはブースの外で見守らなければいけないらしいですよ。わかりました。いいですよ。いいんですか。うん、しゃあない。で、次の曲かけたら、はい、来てくれるそうです。あ、そうなんだ、スタジオ入れ替えですよ。あ、わかりました。はい、はい、なので皆さん楽しみに。はい、それでは一曲聴いてください。チャットモンチーで君がその気なら。聞いてもらったのはチャットモンチーで君がその気ならでした。 J-WAVE スパークを聞きの皆さん、こんばんは。朝昼晩です。皆さんこんばんは。今日はですね、あのチャットモンチーのラジオにお邪魔しているということで、あの朝昼晩初めてあのラジオなんですけど、アーティストというかですね、そのまあ朝と昼と晩を大切に生活しているアーティストです。たまにライブもしてるんですけど、あの基本のなんだろう、生活を大切にしてますね。そしてですね、私あの唯一友達が一人いるんですけど、その友達を今日はあの連れてきました。昼夜逆転です。はい、はじめまして。昼夜逆転です。あれ、あの昼夜逆転どう？ラジオどう？いや、久しぶりに家から出たんで、ちょっとね、足がふらついてます。そっか、あのそうなの、あの昼夜逆転は全然家から出ないから、あのしかも逆転してるから、あの朝昼晩とその落ち合うにも結構工夫しないと会えないんだよね。そうなんですよ。ね、ね、朝昼晩がね、すごい生活を大事にしすぎてるっていうところがね、ちょっと、ね、そうだよね。だからその大事にしてないから、あのいつも電話でね確認してるんだよね。そう、留守電にね。そうなの、あの、なかなか電話もつながらないから、あの昼夜逆転が起きてる時は朝昼晩寝てるから。ああ、そうなんだ、ね、そう。だからこうやってラジオでね、あの喋るのもすごく久しぶりだね。ちゃんと生で喋るの。そう、人と話すのが久しぶりやそっか、そうなんだね。ではですね、あの今日は朝昼晩と一緒にライブすることになってるんだけど、あの家で鳴らしてる音、どんな音鳴らしてるの？あれ、こういう破壊的な音がいいよね。そんな音一人で鳴らしてるの？そうそうそう、生活を大事にするのもいいけど、生きていくことに一生懸命なのもね。もうキャラが難しい。そうなんだ。そうなの。だから、仕事
事はしてないけど、うん、家で頑張って音を作って、うん、ね、うん、なんか自分が生きていくっていうそういうことなの。わかった、ごめん、あの深く掘り下げすぎた、ちょっと初めてのラジオで、うん、ごめん緊張してたごめん緊張させちゃったね、ごめんなさいね。あのね、メールが来ているんです。あの朝昼晩と昼夜逆転さんへ、ありがとう。ラジオネームあずさん、あこびん&えりこ、そして朝昼晩さん、こんばんは。いやー、満を持しての登場ですね。 DVD 特典映像で拝見してからのファンです。 QI ライブで生演奏が見られて嬉しかった。特にサムライソウルはその切ないメロディーと歌詞に朝昼晩さんの聞いたことのあるようなハイトーンボイスがマッチして感動して聞かせていただいております。あまり表に出ない朝昼晩さんが出演される貴重な機会ということで、一つ質問させていただきます。朝昼晩というアーティスト名にした理由は何でしょう。また謎のアーティスト昼夜逆転さん気になります。放送楽しみにしております。ではまた、っていうのが来てるんだけど、朝昼晩って何でそういう名前になったんですか。あのね、つけられたの親に。あ、親に、うん、だからもうあの選べなかったの。抗えないそうなの、親の命名には抗えなかった。そうだよね、うん、どうしても。昼夜逆転もそうでしょ。そう、私ももうね、この部屋に俺って決められたらもうね、その部屋しか使えないんですよそうなんですよ。だからば、ね、バーンってしてね、それを壊していこうっていうね。そうね、あ、いいこと言うね。でしょ、そういうリズムでしょ。そうそう、なんか一人暮らしするお金がないから、うん、もうそういうちっちゃい部屋で、うん、こうそういう音を作っていこうっていう、頑張って生きてます。そうだね、頑張ってるね。はい、はい、ではですね、あの一緒に演奏しようか、うん、ちょっとね用意しながらしようか。あ、はい、あのそうだね、うん、あのほら留守電に入れといた曲練習してくれた。 したよしたのね。よいしょ、あのね朝昼晩今日ね、うん、ベース弾いちゃうから。あ、いいね、初めてベース弾いちゃうから、じゃあね、え、歌もじゃあお願いしていいかな。うん、あの歌はいつもやってるから。あ、ほんま、うん、あの歌はでもお手のものだから。ね、じゃあ私はね鍵盤とね、うん、あのドラムをね、うん、一緒にやろうかなと。え、そうなんできるの。うん、まあ、もう家にずっといるからねそうだよね、うん、じゃあ聞いてもらおうかね、うん、聞いてもらおう。じゃあ一斉のでやるかね。うん、あ、曲紹介とかはいいのかな。じゃあしとこか、うん、ではね、聞いてください。朝昼晩フィーチャリング昼夜逆転でジャッジ、一斉ので。
聞いてもらったのは朝昼晩フィーチャリング昼夜逆転でジャッジでした。はーい、これあのグループ伊能のジャッジだよね。そうなんです。絶対ねえ、朝昼晩も好きよね、グループ伊能ね。好きよ、うん、そのチャットモンチーが好きなもの基本好きよ。ああ、うん、まあ私も割とそうかな。そう、うん、そうなんだね、うん、あれあのもうあのねチャットと変わるから、うん、もう終わりだから、うん、でもね、でもそろそろ疲れてきたし、じゃあもう一緒に帰ろうか。帰ろう、うん、電車で。うち来る、うち来る、うん、昼夜逆転地行くわ。すっごい狭いけどいいよ、いいよ、いいかな、行く、うん、うん、行って、うん、じゃあ皆さんありがとうございました。朝昼晩と昼夜逆転でした。バイバイ。昼晩さんと昼夜逆転さん、ありがとうございました。ありがとうございました。なんか変わった雰囲気の2人でしたね。すっごいなんかもう出てきちゃダメな感じしてたよすごい、まあ、朝昼晩はちょっとあの世の中に対してのメッセージ性あったけど、うん、昼夜逆転さんやばい。そうね、なんかずっと頑張って生きてるって言ってましたね、うん、すごい。なんかでもよかった。よかったね、うん、2人の演奏も、うん、よかったよ。必死さが伝わってきましたけどそうですね、ね、すごかったね昼夜逆転、うん、まさかの伊能のジャッジやるやっちゃダメ、ジャッジやるってやばいです ね、はい、ね、よかったね。よかったです。とりあえずよかったです。はい